こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで始まりました。いろんなものをしゃぶしゃぶにしてどれが一番うまいか確認してみようのコーナーでございます。今日は私、こちらスーパーで売ってるこの海鮮盛りを買ってまいりましたので、これをしゃぶしゃぶしてどれがうまいのかちょっとチェックしてみたいと思います。これはもうね、そのまま食ったらうまいんだろうなっていう気はしますが、行ってみましょう。サーモン。というわけで今日のタレはこちらの味ポンを使いまして、一応全部統一でこれを使ってどれが一番うまくなるのかちょっと見ていきましょうね。とりあえずこのサーモンをしゃぶしゃぶしてみましょう。はい、わいいね、いいね。でこれをちょっと離れた場所にあるポン酢にちょんちょん漬けしまして、ではいただきます。いいね、鮭弁当とかに入ってる鮭とお刺身の鮭のやっぱ中間くらいの食感なんですけど、お刺身よりもおかず感がちょっと出るっていうのがまた嬉しいね。じゃあ今度は皆さん大好きマグロいってみましょう。どうなるのでしょうか。はい、これをさっとお湯にくぐらせ、はい、このくらいの見た目でよろしいでしょうか。それではマグロしゃぶしゃぶいただきます。はい、ありだね、なるほどね。ただこれはやっぱりお刺身の良さってあるじゃん。それは冷えるから、まあ、どこかお刺身というよりもおかず感が出ちゃうの。ちょっと米と食ってみようか。じゃあもう一枚マグロをちょっとしゃぶっときますね。はい、取り出しまして、はい、ポン酢にちょんちょんつけまして、ライスの上にバウンドさせて一回置いてのマグロしゃぶしゃぶで米を包み込んで、悪くないよ。炙ってるわけじゃなくてお湯にくぐらしてるだけだから、基本的にはマグロの刺身食ってる感じだね。あの味とかは。来ました、ブリしゃぶ。はい、火をくぐらせますとどうなるかと言いますと、はい、さーっとさーっといったら、あ、はい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 、でちょん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 、ブリしゃぶの方いただきます。食感がしゃぶしゃぶと一番合ってるね、本当にうまいな。ではこの勢いでビンチョウマグロですか、これ。はい、いってみましょう。これしゃぶしゃぶしやすそうなビジュアルだね。いきますよ。はい、ちょっとお湯の中で2つに分かれましたが、じゃあこれを贅沢にいっぺんにいってみましょう。いただきます。あー、おいしい、うん、大根、大根いってみましょうか。さっといってさっとつけて、うん、大根に関しては味ぽんがうめえっていう印象が彼に残りますね。ホタテ、ホタテどうなの。まあでもしゃぶ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 とちょん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 とホタテしゃぶしゃぶ、うん、これもあんま変わんない。甘エビしゃぶしゃぶいきましょう。こうさーっと火を通して、見た目はちょっとくるっと丸まった感じかな。でこれちょんちょんつけまして、でいただきますね。甘エビしゃぶしゃぶ、甘エビの良さを消した感じがする。イカそうめんいってみましょう。多分箸で持ってる感じがもう固く固まってきたっていう感じがするね。はい、いただきますね。これは居酒屋とかで一夜干しとかで出るあのイカの感じになっちゃいました。それを食べたい人はそれ買えばいいから、刺身でこれすることはないね。はい、ではこの贅沢海鮮しゃぶしゃぶ丼かき込んでみたいと思います。うん、うーわー、これうん、幸せな味ですね。赤ちゃんが泣いてきたんでちょっと今日は終わります。すいません。とりあえず優勝はブリでした。というわけで皆さん、こんなものもしゃぶしゃぶしてほしいっていうのがありましたらリクエストお願いします。じゃあね。